お笑いの世界ではいわゆる一発屋と呼ばれるような芸人が多数存在しています。今回紹介する江戸晴美さんも一発屋芸人のレッテルが貼られている一人です。競争が激しく生き残るのが難しいとされるお笑いの世界ですが、ネタの良し悪しではなく、江戸さんには様々な噂が囁かれています。その結果、彼女は干される形になったのですが、彼女に一体何があったのか、その謎を紐解いていきましょう。グー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 、どうもありがとうございました。彼女はお笑い芸人の江戸晴美さん、本名木村春子。芸人として2008年頃からブレイクを果たし、多くのネタ番組やバラエティ番組に出演。自身の持ちギャグであるグーが世間で受け、流行語にノミネート。その他にも24時間テレビのチャリティーマラソンランナーに選出するなど、当時かなり話題になった人物でもあります。そんな彼女ですが、お笑い芸人になる前は舞台女優をされていたそうなんです。春子さん、演劇やめるって本当ですか？え、本当よ。せっかく舞台女優として活躍してきて、ドラマや映画にも出演してきたっていうのに、どうして辞めてしまうんですか？私、お笑い芸人になりたいの。前からお笑いの道に行くっていう夢があったんだけど、その夢がどんどん大きくなって、ふつふつと湧き上がるお笑いへの情熱を抑えきれなくなったの。だから、女優は辞めることにした。みんな、今までありがとう。春子さん！江戸さんは1998年に演劇研究所を卒業し、その後は舞台女優として活躍していましたが、その後お笑いに対する情熱を抑えられず、舞台女優を辞め、お笑いの道へと進んでいきます。吉本興業の養成学校である NSC 東京に入学をし、その数年後ブレイクを果たしました。失礼いたします。ご挨拶に伺いました江戸晴美です。本日はよろしくお願いいたします。おお、江戸やないか。よろしくな。お前はいつも元気正しいな。感心や。ありがとうございます。実は NSC 時代、マナー講師をしていたことがあって、自分自身礼儀やマナーはかなり気をつけているんです。そうか、礼儀ええはずよ。これからも頼むで。江戸さんは NSC 東京に通いながらマナー講師をしていたこともあり、礼儀正しく、あの礼儀に厳しいと言われる芸人の木村祐一さんにも褒められるほどでした。またマナー講師だけでなく、自身で資格を取り、コンピューターインストラクターの仕事もしていたそうで、彼女が真面目できっちりとした性格の持ち主だったことがわかりますよね。でも聞いたで、しんすけさんとなんかいろいろあったらしいやん。私がしんすけさんと揉めて嫌われているって話ですよね。やっぱり木村さんも知っていたんですね。実はこの話、全くのがせなんです。しんすけさんとは楽屋挨拶で一度しかお話ししたことないですし、その時も私の芸に対し熱心にアドバイスをしていただきました。なのでそのような事実は一切ないんです。あ、いや、それそうなんか。ほな、安心したわ。江戸さんが芸能界から干された原因として、一部では芸人の島田紳助さんと揉めたことが原因であると囁かれています。しかしこのような事実はなく、後に江戸さんが自身のブログにてこの噂を否定しています。そしてこのブログにおいて、江戸さんは自身が干された原因としてある人物を挙げていました。本日から江戸さんのマネージャーを務めさせていただく Y です。よろしくお願いします。江戸晴美です。よろしくお願いします。今はありがたいことにたくさんの仕事をいただいていて、これからもっと忙しくなると思うから、しっかりサポートお願いね。 Y 君、昨日仕事についての大事なメール送ったけど、読んでくれた？いえ、まだ読んでません。今芸人として売れ出して大事な時期なんだから、連絡はきっちりしてもらわないと困ります。わかりました。ちょっと Y 君、昨日の夜、今度出演する番組について聞きたいことがあったから電話したんだけど、何回電話しても出ないって一体どういうこと？携帯の電源が切れてて、そのまま外に出かけちゃってました。すいません。
この前も連絡はきっちりしてもらわないと困るって言ったよね。何か言えばわかるの？ちゃんとしてちょうだい。わかりました。チッ、この人いちいち細かくてめんどくさいんだよな。あー、この人のマネージャー嫌だな。江戸さんがブログで自身の干された原因として挙げた人物はこのマネージャーの Y 氏でした。 Y 氏は礼儀が正しくきっちりとした性格の江戸さんに対し、だらしなくあまり仕事熱心ではないタイプの性格で、いつも連絡が遅く返事を返さないこともたびたびあったそうです。あ、江戸さん、2日後の仕事よろしくお願いしますね。え、2日後？その日は確か仕事が入ってなかったはずですが。いや、確かに2日後に番組出演をマネージャーさんに伝えてあるはずですが。この時江戸さんはたまたますれ違ったスタッフさんに言われて、2日後に番組収録があることを知ったそうです。このようにマネージャー Y 氏のミスはしばらく続き、江戸さんが注意しても治ることはありませんでした。その結果、マネージャーのミスのせいなのに仕事のやり取りがうまくいかない江戸さんに対し、番組スタッフや共演者から不満の声が集まってしまいます。芸人の江戸晴美っていくじゃん。最近売れてるか知らないけどさ、あの人調子乗ってない？ああ、わかる。番組のために事前にアンケート配ったんだけど、他の人はちゃんと書いてくれたのに、あの人だけは結局書かないまま収録に参加してたし。わあ、ひどい話だな。俺なんかロケの仕事のオファーを2ヶ月前からしてるのに返事が全然返ってこないんだよ。断るのはいいんだけど、返事くらいはしてほしいもんだね。もちろんこのスタッフたちが話していた内容も全てマネージャーのミスによるものです。スタッフが Y 氏に事前に伝えていた仕事についての連絡は Y 氏の口から江戸さんには伝えられず、番組収録の直前や後から知らされるといった被害が多発していたそうです。あなた、何のミスをすれば気が済むの？あなたのせいで私が大変な思いをしてるんだからね。ああ、はい、すいません。ったく、私しっかりしてない人嫌いなんだから何度も言わせないでちょうだい。で、今度の流行語大賞の授賞式、何時からだっけ？20時からです。20時から開始なのね。わかったわ。会場に入った江戸さんは驚いて言葉を失います。なんと Y 氏から伝えられていた開始時間は間違っており、17時から授賞式が開始していたため、結果的に江戸さんは3時間遅刻をしてしまいました。こういったマネージャーによるミスが続き、テレビ関係者からの信用をなくした結果干されてしまう形になったと江戸さんは自身のブログで発表しています。うわ、このマネージャー最悪じゃん。このマネージャーがしっかりしていたら江戸さんは干されずに済んだってことだろ。そんなのかわいそうだよ。これが事実だったらそうかもしれませんね。え、事実じゃねえの？江戸さんがマネージャーのことについてブログで発表したその数年後、江戸さんは久々にバラエティ番組に出演します。この番組で江戸さんは自身が干された理由について語っていくのですが、そこで語られたのはブログに書いていたこととは全く違う事実でした。私がテレビから消えてしまった理由はネットによるバッシングが原因でした。あ、すみません、私が今座っている席、空調の真下になっていて少し寒いんです。変えてもらっていいですか？すみません、替えの席はございません。いやいや、変えることぐらいだったらできますよね。見てみなさいよ、周りにも空いている席があるじゃない。そのようなことを言われましても。わかりました、何度言ってもわからないようですので、もう勝手に席を移動させていただきます。ということがあり、結果的に私は席を移動しました。その後ニュースサイトにこのことについて CA が暴露した報道が出たのです。その結果、世間からのバッシングを受け評判が悪くなり、テレビから干されてしまいました。このように番組ではブログに掲載した事実とは全く違う事実を話しています。どうしてこのように異なった事実を述べてしまったのでしょうか。一部ではマネージャーのミスを詳細にネットに書き込んだ江戸さんに対して吉本本社が怒ったからではないかというような噂も囁かれています。真面目できっちりとした江戸さんが嘘をついているとなると、そのイメージにも疑問が湧いてきますよね。テレビ関係者の間では江戸さんに関する悪い噂も語られています。
あの人は肩書きなどによって相手への態度をコロコロ変えていた。プロデューサーや大物タレントにはいい顔をする一方で、 AD を無視したりグラビアアイドルをいびって泣かせていたなんて話も聞いた。ライブで江戸さんと楽屋が隣り合わせだった後輩芸人がネタ合わせをしていただけなのに、うるさいと言って突然怒鳴りつけられたって話もあった。それから吉本の後輩芸人から敬遠されることが多くなったかも。これらはあくまでの噂ですので、事実かどうかは分かりませんが、干された原因はマネージャーの件だけでなく江戸さん本人にもあったのかもしれないですね。そんな江戸さんは芸能活動を続けながら2016年から慶応義塾大学大学院に通い、システムマネジメント研究科でコミュニケーションの研究をされていたそうです。卒業した後は研究を生かし本を出版、さらには YouTube チャンネルを開設し、人生の生き方やビジネスマナーについての内容の動画を発信するなど、現在でもマルチな活躍をされています。マネージャーが原因なのかネットでのバッシングが原因なのか、どれが本当のことなんかわかんねえ。噂ならともかく異なる2つの主張が本人の口から言われてますもんね。そうなってくると島田紳助さんとの確執があった噂もどうなのかわからなくなってきましたね。芸能界で生き残っていくためには多少の嘘も必要なのかもしれないな。まあでも今はいろいろやってるみたいだし、よかったんじゃねえの。はあ、頭いいって羨ましいね。りょうくんは江戸さんの YouTube でマナーについて勉強するのもいいかもですよ。え、俺ってそんなにマナー悪い？ガーン。